皆さんどうもおはようございます、久保塚です。よろしくお願いします。今日はエロい姉ちゃん、エロねえよ、あーあおー、濃淡、濃淡は待って、俺武器あるっけ。いらっしゃいませ。濃淡ね、はっきり言って弱いんだよね。これ何が強いんだこの女は。これかザン、ザンか、ビリビリも悪くないんだっけ。待って、こいつ何が強いのか全く覚えてねえ。待った、わからんじゃん。でもザンしかねえよな、まともに戦おうと思ったら。いや、ビリビリも、じゃこいつマジ弱いんだよ。この女子、これだな。鍛えるか。ハリュー、無双技中の武器の、どれも使えねえ、マジで。無双技もクソなんだよな。あ、でもこれ馬の上がね強いんだよこの女。これでいくわ。ありがとうございました。あの馬じゃね、今回本能寺だ。馬乗れねえや、まともに。やべ、はめられてる。完全に対策されてる。本能寺なんだよな。能寺の本なんだよ。なんてエロい女なんだこれ。ハリのいいパイパイしてるわ。ハリパイよ、ハリパイ。ハリがやっぱ大事なんだよね。ズルンってこうずらした時に、もう下にダルンってなったらちょっと泣いちゃうじゃん。みんなもそうでしょ。そういう感じなんだよね。張ってるのがいい。援軍要請を受けた信長は、光秀に出陣を指示。自らも濃姫を連れ立ち。体が硬くなっていくな、年を取ると。本能寺に移る。あそこは硬くなんねえのに、なんか体ばっか硬くなるわ。またもや、何なんだろうな。運命にもてあそばれる。なんか本当死が近づいてるのがわかるよ、自分でも。年を取るとね、本当に。だが濃姫はもはや絶望などしない。やっぱ本能なんだろうな。信長と共に野生の動物って悟るじゃん、自分の死期を。なんかその感覚わかるわ、すげえ。どん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 近づいてきてる。これが地獄なら、はい、地獄だって魔王の妻だもの。だって魔王の妻だもん。顔細いね、これ。いい地獄。リンパマッサージとかやってる顔で見られるかしら。ちょっと肩幅が細すぎるな。もうちょっと肩鍛えようよ。バランスって大事だから。ふふ、光秀、はい。ということで、待って、これ。本堂まで行きますよ。100か。これルートが分かんねえな。100、まあ、100はとりあえず通りすがり皆殺しにしていって、7分御巻顕著7分か。待って、これ3人以上ってことは誰もかけたらダメってことか。濃淡、乱丸、ノブリンでしょ。でこれまずいな。まじ、このミッション何も覚えてねえんだよ。無双技で、まあ、この辺はどうでもいいし、3人、7分がきちいな。7基地やなこれ。でってことで、多分味方を回復する機会を俺は設けた方がいいと思ってて、待って、今コンボなかったよな。コンボねえから、コンボブックを切って足早がどれだけいけるかだよな。レンギもね、いらない気がするんだよ。足早で攻めるか。いや、これもちょっと足早攻めていく。一旦これで、足早がこんなにいるかっていう話だな。足早を飯食いにしてもいいかもしれない。いや、まあこれでいこう。一回己の足を信じていくっていうのもいいかもしれない。で武器を変えるのを忘れてた。危ねえ、糸危ねえな。不動はないで、マジ始まんないんだよね。この子ね、リーチも短いし、よなんか技もつながんねえし、何やったらいいか何にも分かんねえんだよ。分かんない。僕ちょ、相性悪いかもしれない。明智光秀様、ごめん。すでに囲まれています。やべ。ああ、いけねえ。これね、無双がうんこすぎて、倒せなかった。うんこすぎだけど倒せました。でよ。で、次が今いくついった。はぁ、7分、これドイツだよこいつ。一回クリアするか。ちょっと一回クリアするわ。なんかいけてなかった。
時間すっかり忘れてた。はい、帰ってきました。なんかね、クリアできないんだわで、なんかさっきクリアしたら、クリアっていうの、とりあえずステージ中クリアしたら一個イーブゲットしたんで、これ今これ使ったんだけど、こっち鍛えていこうかなって。カリュウをもうこれと3までやっちゃおう。ちょっとこいつ生きる気しねえ。でハテンさんもつけて、もうこれもいっちゃって、もう強化なくなりし、なくなりしなんだけど、これでいいかなって。とりあえずこれでいこうぜっていう感じで。でさっきはなんかあれだったんだよ、1個撃破報酬クリアできなくて、あれなんで7分のやつはクリアできなかったんだよ。だから7分あれいつ行くんだ、さっぱりわかんない、いつ行くのか。7分こいつはどのタイミングで行くんだ。こう抜けてこっちから行けんのかな、こっちから行くべきなのか、それとも明智光秀の防御力どうのこうのっていうのは多分最後の方だと思うんだよな。なんかここら辺来た時点でもう7分切ってたんだよ俺。いやこれ相当きつい。これがマジクリアの仕方がわかんない。これ拠点とかも取らなくていいのかな、まあ、そんな気がする。いや拠点取らないと味方がやられる。あー待って、あれ間違えた、ちょーもうまた間違えた、ちょっとめんどくせえ、アイテムを入れ替えないといけねえ。よし OK、 準備万端、とりあえず急ぐか。でも100人も殺さないといけねえし、この100人殺さないといけないんだよね。そうなんだよね、大急ぎで100人を殺したいっていう。もうこれ止められるんだよね基本、だから敵将を使えないっていう。行こう、ガーもう行こう、急いで行くべき。だって結局さ、こいつらをちゃんと導かないといけないわけじゃん結局ね。でこいつら来ないんだもん。でこれ斎藤のバカがいるわけでしょ、ここに。お前じゃねえんだよ、毎回ずれるんだよな。こうやって痛みつけていくわけ。しかも後ろに行くからこれずれるっていう。ここで一気に馬で殺す、それがいい。稼ごう。うわー今回全然殺せてね、当たり前だけど全然殺せてない全然殺せてないっちゃしゃあねえか、しゃあなしやん。うっと、何撃たれたの今。もうここで100人やっとかねえと。やったか。もっと激しく攻めてあげる。いややっぱ強え、スピード高い、威力がなかったんだよさっき。でこう四天王さんをやらなきゃいけない。まあ、試験の速攻でやることで時間を稼げるということでしょう。つまりそういうことでしょう。ほらおっさん、これで、あーやっぱ威力上がってるわ、いい。弱いっちゃ。何が強いんだこの女は一体。上がってるかも。そう、このバタフライアタックがまあまあ強いんだよ。これまあまあ悪くない、これ回るなのよ。で会話をキャンセルしていきたい俺は。
おい、お前ら、こっちや。で、ここでよ、本堂に行っていただいて、すぐに元地から来るんだけど、その中開かない、開いてないのか、ここ結局開いてねえから、こいつマジ相当急ぐ、無理じゃねえ、もう3分だよ。え、こいつマジどうやって殺すの今、開いてないもんな、どのルートも。いや、きついわ。ノブ行け。元地下を置いといた方がいいのかな、これ。元地下、元地下殺さないの開かないのかな、あれ。この会話いらねえ、マジ。やらねえとダメか。え、これ相当きついな。もう逃げ場はない。さあどうする、魔王信長。間違いだ。地獄の先に。いやでも、あ、なんだっけ、あれハテンさんつけてるから、ちょっと強いかも。うわ、何これ、ひどい。早くしね。OK。で、このミッションもうざぽよなんだよね、これ。え、マジで。いや、こんなマジ。え、きつくないっすか、これ。やばい。クリアできるしね。うわ、ここで使った方がよかったか。誰も近づけないの。勝利条件変更。あ、今開くんだ。ここから、こっから急がないといけないのか。使おう。で、これでやっと開くのか。マジ間に合うか、これ。あと何分。いい、私は信長様を信じてこれまで戦ってきました。これ後回しだ。その先に戦なき地平があると。しかし、じゃねえんだよ。笑っとる場合じゃねえ。時よ、ウヌを待っていた。マジ間に合い。お見事。この程度で満たせ。これマジ足早三つ置いてないと。先は行かせんぞ。こいつだろ。うわ、きつい。ぽよじゃん。オッケー。これで、で戻って助けに行かないといけないと。ちょっときついんじゃない。でもう一個あったもんね。あとこいつもあるのか。こいつもだから、いや先こっちやっとくか。いや、どっちやるべきだ。もう先どっちやるべきかわかんねえ。でも無双でぶっ殺さないとなんねえから、こいつも今3人いってるから、とりあえずこいつやって、これを取りまね。待って、うざいわ。あの爆弾が超うざいんだけど。爆弾ちゃんが、で戻ろう。うまっ、かも。うまっ、タワラを俺にくれんかい。タワラタイムくれ。まずい、戦闘してよろしくない。あの戦闘よろしくない。あそこで喧嘩打っちゃダメなんだよ。俺は殺す。ワイに交差してんな。頼まんがな。無双でやらなきゃなんねえから、それをね、忘れないように。ちょっとやっちゃって、もセーブしちゃっていい。ちょっと俺もこれはね、ビビリのセーブ、これ魂のセーブじゃない。でもちょっとこれ許してほしい。ここでやり直したくない。もう嫌だわってなっちゃう。あ、じゃあこいつ倒したとこあれか。回復するのか。いらない回復じゃない。今味方を回復させようと思ったけど、
やーべえミスター、もう全座だね。もうランマルキングがバカなことだから全然かすりもしねえ。いける？もうこういうことになるんだよね。ほらもう俺の予見した通りでしょ。こうやってキルがパクられるのよ。本当におかしなことになる。だからわかるわけ、今の予見した。俺これちゃんとあれわかるよね。もう全部わかった今。もう絶対ああやって邪魔されるなって、うん、見えるのよ本当に。うまくいった試しがないもん、この乱戦で。びっくりするがうまくいった。なんなんだよマジで。もうちょっと減らさんと、ここでここ打っちゃう。はい、こういうことね。ちゃんとはぶらなきゃなんねえのよ。おかしなゲームだよ本当。全然無双ってこう気持ちよく敵をバッサバッサ倒していくゲームなのに気持ちよくない。繊細なプレイが求められてるから。ダメ、これダメだな。よし、ゴー。これ良くない。これね、このゲームの良くないところ。まあね、だいたい 80% の確率でキルパクされる。ああいう時って。なんか今までのシリーズも何回でもキルパクされて、やり直してきた。最後の最後で。急に割って入ってきたりするんだよ。でもなんか今回というか、神殿もそうだけど、むずいのが続いてるな。よくないな、これ。イージー窪塚を求めてんのに、なんだろ、モッサンは。イージーで行きたいわけ。爆弾もあるんだけど、この人。使い方がよくわかんないんだよ。いかがしたら強く使えるのか。よし、爆弾もあるんだよ、これ。なんか設置して。で、この光秀でさっきやった時マジ強かったの。半端ね。まず通常攻撃ひるまなかった、さっきのスピードの状態では。武器がスピードだと。ってことはどうなるかっていうと、非常に死ぬ危険があると。退屈しないもの。しかも死んだらこれソフトリセットないから、このゲーム。あれ、これどっから行くの。ソフトリセットがないから、まあ、あんのか分かんねえけど、俺仕方分かんねえから、もう死んだらやり直しなのね。途中で中断セーブをしていようが、何セーブをカニセーブしていようが関係ないわけ。めっちゃやっとけ。チャカがうぜえ。で、剣を使っちゃったから、一旦ここは最高の人格がっつりちゃう。何、あなたは死ぬのですよ。死なないわ。だから爆弾で俺ガード割れるな。後ろに当たってんのかな。何なんだろう。これはもう連射機あるんで。あれ、連射機あっても勝てないってどういうこと、このゲーム。連射機ありでつばぜり合い勝てないってある。まあ、いや勝ってんだけど、フィニッシュまで持っていけないって。なんか威力がマジで出る。どこ行った、え、マジどこ、見ついて消えたんだけど。どこにいんだお前は。で、ここでこれを使うわけよ。だから穴掘りクソモグラを殺すわ。穴掘りクソ、いい、これこうするとマジいいじゃん。いい加減にして。ガードされた、絶対ガードされると思った。はい、こと避けるね君。あ、そっちじゃないね。うえ、そっちじゃないね。鋭義がマジで当たらん。これオートロックの弊害だな。変なとこにロックかかってる。まあ弾があるから。何そのかわし方。よし、これでいい。これでちょっとお茶飲んでいいか。疲れた、もう本当に疲れた。ですが、もう使いづらいキャラが続いてんだよ。逃げ道はありません。もうちょっとこう気持ちよく
この老後にふさわしい、老後からもうさ、俺も老後みたいなもんだから体を追い詰めたくないわけよ。楽に緩くイージーバリアフリーに行きたいわけ。全然フリーになってないこれ、よろしくない。まあとは言いつつもよ、クリアしたクボスがいいんじゃない。成功体験が、いいじゃんこれ。え、これ超強くね。範囲、これマジこれマストらしいんで、ふん、いいじゃんこれ、いいじゃん、悪くないじゃん。君を待ってたんだ、萌え中がや。危ない、どんからかしん。あ、もうダメっぽ。ここまでのようね。形がいいね、パイの。ここで終えるか。そうだったわね。喋れないよ普通、こんな煙の中。見に行きましょう。地獄の先を。で、あるか。あるか。はい、ということで、まあこれまた録画時間がかかってるな。よくない。さっと一発でやってさっとクリアしたいわけよ。でさっと編集してさっと上げたいわけ。これを阻んでくるな。はい、ということでね、そんな文句もありつつ終わろうか今日は。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。